取っちゃった。はい、前回紹介しました MLB ドリームカップ選抜チーム同士の試合の模様をお届けします。お楽しみに。楽しくいきましょう。いくぞ。本日のクロマティ選抜のピッチャーは信島投手、140キロ右腕の投手です。さあ、この素晴らしい投手から埼玉選抜は何点取ることができるのでしょうか。一番の古谷さんが右中間を切り裂くツーベースでまず出塁しました。ナイバッチン。そして2番の長谷川さん、44歳、まずバントの構えを見せて、はい、長谷川さんはファーストゴロと、この間に二塁ランナーは進塁してワンアウト三塁となりました。3番の本島さんが叩いてセンター前ヒットで三塁ランナーは生還ということで1点先制という形になりました。ナイスバッティング。そして4番向こう図のバッケン力也くんがスライダーで三振となってしまいました。そして5番の MC のタマさん、サードゴロでチェンジとなりました。はい、そして守備となりました。本日先発任されました翔平 TV が投げております。バッケンの力也、うおー、やばい言い方です。いやー、これからですね、中山さんがね、去年はね、ちょっと緊張してましたから、今日の出だし、先発ね、まず立ち上がりがちょっと期待します、期待します。後ろから行くぞ。頑張ってください。まだ2球っす。はい、いい音鳴らしますね。いや、はい、余計なお世話です。余計なお世話。はい、まず1人目先頭バッターの第1球目が重要です。はい、真ん中の渾身のストレート、はい、別角度からもあります。2球目はストレートを多分張っていたんでしょう。スライダーで空振りを奪いました。そして2ストライクで追い込んで3球目、バッターはフライを上げてキャッチャーが走り出す。おおおー、ナイスキャッチ。バッケン力也の超ファインプレーでワンアウトをもぎ取りました。ナイスプレイ。そしてその波に乗った翔平 TV はアーロン選手との対決です。素晴らしいバッターと聞いております。スライダーとストレート交互に交互に投げて球種を絞らせないようにしております。ここですごいカット、ものすごいカットをしてきました。で、渾身の球、高めの球を引っ掛けましてアウトとなりました。ツーアウト。そして3番バッターの矢野選手、初球からのスイングがすごい。さあ、翔平 TV それるか、引っ掛けましてピッチャーゴロ、ファーストが出ていたため翔平 TV はバッターランナーをタッチしに行くべく飛び込みました。アウトということでチェンジとなりました。おい、そして1対0で埼玉選抜リードしております。ここで山内選手が特大のセンターオーバーでまさかのランニングホームラン。めっちゃ走る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 、ナイスバッティング、ランニングホームランでもう1点追加点で2対0となりました。みんなでハイタッチ。
ナンバーテン。そして次鹿島選手がレフトフライでアウトとなりまして、ワンアウト。次のバッター立野選手がサードゴロでアウトとなりまして、ツーアウト。そして次のバッターは私翔平 TV が信島投手と戦います。初信島投手との対戦でワクワクしておりました。バットはもちろん MQ 対応ビヨンドマックスギアキング、これで勝ち込んでるぞという気で打った、打ちました。この打球はいっただろうと思いましたが、レフトのいい守備位置によりレフトフライとなりました。残念。はい、そしてここで2イニング目のピッチングとなります。ここでスライダーが引っかかってしまい、左バッターにぶつけてしまいました。ごめんなさい。お次のバッターを盗塁、息を刺して、判定は判定は判定は はい、取った、タッチした、これはアウトでしょう。アウト。バッケンリキアの強肩炸裂、力も、はい、いい方です。審判もアウトと言っております。バッターが豪快なスイングでもうヒヤヒヤしておりました。スライダーを投げて戻して、これが惜しくも入らずフォアボールとなりました。次のバッターはセーフティーをしてきて、頑張って、はい、一塁アウトとギリギリアウトとなりまして、ランナー二塁。ここでファーストフライアウトとなりまして、チェンジとランナー三塁のピンチからファーストゴロでアウトになりまして、無安打無失点という結果で終わりました。グローブ変えた途端ダメじゃないですか。次センターとセンターか。終わったね。終わりました、ね、終わりました、終わりました。内容はどうでした？内容悪いけど、まあね、選抜されたメンバーを抑えたから良かったんじゃないですか。あれノーヒットですよね。ノーヒット、ノーヒット。やった。ワンデッド、ワンフォアボールです。そうです、そうです。それはいつも通りなんで、必死。はい、準備します。頑張ります。皆さんに再度お知らせです。 MLB ドリームカップフェスティバル2018ということで、明治神宮外苑軟式球場にて7月15日11時から4時半まで、元巨人の桑田真澄選手やクロマティ選手が登場するイベントとなっております。参加無料ですので、お時間のある方はぜひとも足をお運びください。日程ですが、こちらをご覧ください。日の丸球場というところで、ゼビオ選抜モントリオールエクスポーズクロマティさんのいるところですね、が9時半から、そして11時から元巨人の桑田さんが、監督を務める桑田パイレーツ。そしてその後の試合は、なんと特産 TV のあっぱれも登場します。ぜひとも足を運びください。よろしくお願いします。